よいよカナダだね。あと3台いやー車の中全部調べられました。あの向こうはアメリカだよね、こっちはカナダって。昨日泊まったところここです。 What's the name of this? Pinecone Hotel. Location is? It's Sussex Diversity. Sussex Sussex Diversity. Diversity. Yeah. Okay. I enjoyed this stay. Thank you very much. Thank you. モーテルのおばさんがさ、お土産にキムチをくれました。今日はカナダに入って2日目。ずっと昨日雨が降ってたんで、昨日の夜はね、もうとにかく気がめいっちゃってね、外で泊まるようになっちゃうともうぐちゃぐちゃになるんだなと思ってね、もう昨日はモーテルにしたんだね。今日気がついたんだけれども、時間が1時間こっちの方が早いんだよね。高速道路もキロメーター表示だということに気がついて、頭の中でね、最高速度が例えば100ってなんぼやと。 あとお金も、昨日のモーテルは90何ドル、これアメリカのモーテルと変わらんっていうか、アメリカよりも高いかもなぐらいに思ったんだけれども、結局よくよく考えたら、ここがキャナディアンダーラだな。なんか陸続きなんでね、なんかあんまりこう違う国へ来てしまったという感覚っていうのはまだなくてね。まあでもそのうち慣れるでしょう。Thank you. You're very welcome. Do you have everything that you need? So far, okay, yeah. すごいね、ロブスターだよ。全部ロブスター、食べがいあるわ。ケーププレントンっていうこの島の一番外れまで行っちゃおうかと。まあプリンスエドワーズ島の方にはまた明日以降ということで。うわ、なんかこの道を指定してきました。え、これ左行くの？嘘だろ。これ左ってどうやって行くんだよ。嘘だよね。これはちょっと違うと思うんだけど。いや、経路へ進むったってあんたが指示したんですよ。何言ってんですか。はいはいはい、経路へ進むったってさ、無理なの。いくら高速道路通らないったってさ、通れない道は指定しないでくれよな。頼むよ。向こうの左の方に見えてるのがケープブレトン島っていう島なんだな。この島へこれから渡ると。ノバスコシアの本島の方からケープブレトン島というところに渡るということですね。ジャック・カーター・モテル、ロシア人夫婦のモテル。見てくれは良くなかったけれども、中はまあまあ良かったね。なんかチカチカやってますから、どうもあれやってるみたいね。ネズミ捕りやってる可能性あるな。ほらやってた、ここで、うん、あ、これ昨日渡った橋だ。さあこれでケープブレトンアイランドとノバスコシアのつないでるこの橋
これを渡って今これでノバスコシアに入るんだな。もう一回な。この町は綺麗なとこだね。これはさあ腹減ったパブリックスペースを見つけたんで、ここでちょうど今12時だから昼ご飯、お湯沸かしてお粥にして食べようかなと。この見た目はとても食えたもんじゃないんだけどね、だいぶ煮えてきましたね。でここでカニ雑炊の素を入れるわけだ。それでおばさんにもらったキムチをおかずに食べた、食べるなんて、ほらちょっと最高じゃないですか。うわっ、ニンニクの匂いがキュンキュンするんです。このまたキムチが辛いんだよ。辛いんだけど見えるんだな。ウェストリバー、いやー空いてないということで断られた。空いてませんかね、今日土曜日だからな。しかもこの天気だもんね。オンディオーシャン、できるだけ U ターンです。はい、夏木場で今俺の止まってるのがこの先の右の方だよね。いやー参ったね。もういいね、本当に水がきれい。はい、こんなところがさ37ドルってことは、その20分で30ドルだよ。ということで、これから飯を作ってということだね。キムチラーメンにしようかな。ラーメン2つ。IH ってのは本当に安全だよね。結構寒いからもう最高だよこれ。うん、キムチを入れたら味がまた深まりました。しかしこのおばさんのキムチは辛いね。どうでもいいけど、これだけスープに入れてもさ口がひんまがる。しかし本当に、このなんていうの、ふかふかなんだよな。こういうしかし植生とは全く思わなかった。これなんか完全にしだるいって感じだよね。というようなところで今日寝るってことだね。というわけで長い一日でしたね今日は。そうだよ、こうやって、あ、車
車の中で寝るよりもはるかに広いですね。うん、どう？十分に寝る。最高。いや、まだ明るいんだけどさ、何もすることないから、これしかねえかな。ちょっとこれ寒くなるかもしれない。